オカヒーチキ族あるいはサルソラ族は、ヒユカの植物群。ロシアアザミとも、アフリカとユーラシアに分布し、乾燥地や遠征地に生えることが多い。株は、ボール状に成長し、秋に果実が成熟すると風によって、茎が折れ、原野の上を転がる。タンブルウィード、タンブルウィード、直訳すると、回転層の一種である。日常的には、ロシアアザミを、 種名などでは呼ばず漠然とタンブルウィードと呼んで済ませてしまうこともある。転がって動いていくことにより種子をまき散らす。風に乗って地面を転がる姿は西部劇の定番イメージであるが、口述のように外来種であり、もともと北米大陸には生息していなかった。アメリカ合衆国では、ハリヒジキが1877年に、 サウスダコタ州バナム群で発見され、外国産の雑草として、米国農務省に報告された。ロシアの農業者が輸入した種子の中に混じって偶然に、種子が持ち込まれ、それが広まったと考えられている。乾燥地帯での家畜の飼料になるかもしれないとして、栽培が試みられもした。現在でもカンザス州などで栽培が行われている。オカヒジキやエスソーダが食用とされる。 中国では四季にも記されるが、天よもぎと言われる。近年の DNA 分析の結果、側系統群であることが判明したため、複数の族に分割された。命名規約に従えば、ソルスラ族のタイプ種であるエスソーダを含む族が、ソルスラ族にとどまり、他の族には、新しい族名が与えられることになり、オカヒジキを含む族は、カリ族と命名された。しかし、 2017年の第19回国際植物学会議でソルセラのタイプ種をエスカリに変更することが決定された。これにより、オカヒジキを含む属はソルセラ属にとどまり、逆にエスソーダを含む属に新しい属名が与えられることになった。風に吹かれて転がる個体属の分割は反映されていない。ありがとうございます。